え、こんにちは。ですね、現在 WBC のバンタム級暫定チャンピオンの、レイマート・ガバリオ選手と、同級4位のね、エマニュエル・ロドリゲス選手の、再戦指令というところで、WBC が指令を出したと。うん、で、この試合は、交渉期間30日以内にまとまらない場合は入札となると。うん、で、ですね、レイマート・ガバリオ選手とロドリゲス選手は、昨年の12月に、WBC の、暫定王座決定戦で、試合をしたんですけど、判定が、レイマード・ガバリオ選手の勝利でというところで、ロドリゲス陣営が、まあ、それに対して、まあ、不服という形で、まあ、提訴してたと。で、まあ、今回再戦というところなんですけど、まあ、これ分からないですよね。うん、確かに12月の試合では、まあね、ロドリゲス選手の勝ちはね、多分硬かったと思うんですよ、自分的にはね。でもこれ、もしガバリオ選手が対策してきたら今度は分からないですよね。やっぱりその言われてみたら、そこまでの圧倒的な差があって、出た問題ではないと思うんですよ、正直ね。例えばこれでロドリゲス選手がガバリオ選手をもう何回も、ね、倒して、もうこれ圧倒的な勝ちだよ、もうこれ判定まで行ってももうロドリゲス勝ちだよっていう感じではないと。でやっぱりボクシングの難しさとしては、まあ、倒すか倒されるかってなったらこれはね分かりやすいですけど、やっぱ判定まで行っちゃうと、まあ、そういう声もあるのかなと。そのジャッジによってやっぱ好みも分かれるし、でそこでポイントの付け方も変わってくるしっていうところで、まあ、自分はロドリゲス選手が勝ったかなと思ったんですけど、でも見方によったら確かにガバリオ選手がなんて言うんだろう、手数が多く出してたっていう部分もねあったりっていうところで、じゃあシャドウだけやってりゃいいのかよっていう話にはなっちゃうじゃないですか。っていうとまたもね問題が難しくなるんですけど、だからまあやっぱその見せ方ですよね。見せ方と相手のね、そのジャッジの好みととかっていうのもあるんで、でやっぱ倒すか倒されるかっていう決着が一番分かりやすいかなというふうに思います。まあ、今回の試合はね、また予想っていうところはね、じっくり考えてからやろうと思うんですけど、そこまでの差がね、こうあったっていう試合じゃないんで、まあ面白いっていうふうに思いますね。で、これ気になったのが、ドネア・ウバーリーも本当に荒れるなと。仕切り直しっていうところだったんで、これは面白いですね。はい。以上です。